んちゃー、スピ太郎です。スピってますか？今回は音質比較いきます。今はアイラウドマイクロモニターで流れてます。これですね。もう一回かけますね。次はイーベント上の方、8インチですね。いきます。じゃあ他の曲いきます。アイラウドから違う曲ね。次は DR いきます。他の曲いきましょう。TR かけます。アイラウドいきます。
アイラウドいきます。いろんな曲かけてみたんですけど、結構音違いますね。どっちがいい悪いっていうことは言えないですけど、僕が思うにはアイラウドの方は結構小さい音で聞いた時にバランスがいいし、低音も聞こえるっていう感じの印象を受けますね、僕は。で、イーベントの大きい方はなんていうのかな、ある程度音量出した時にちょうど気持ちいいっていうのかな、低音が余裕がある感じで出てくる感じとか、そんなとこかな。ハイの感じはアイラウドの方がさらっと出てるのかもしれない。イーベントはちょっと丸まって聞こえるような感じもするかな。なんでこの2つで聴き比べながらやると、まあなんとなくそこそこなバランスになるのかなみたいなこと思ってますけどね。次 TR で BGM で、アイラウドは本当小さくて、その気になれば旅行とか出張とか持ってけると思うんで、そういう時のにすっごい役立つなと思いますね。あとまあなんていうのかな、あんまり音量出せない部屋とかで小さめにモニターするみたいな使い方も結構最適かなと思いますね。逆に大きい音はあんま得意じゃないっぽいですね。大きい音出そうとすると、ここのポートからこのポフポフ、なんていうのかな、コフコフっていうのか、空気の音がしてきちゃって、ちょっとねそれはダメだなと思うとこですけど、なんでそうならない音量でやってますけどね。ってなとこかな。このアナライザーはまあ参考程度に、ここで音拾ってるんで、こいつがマイクで、まあ、参考程度にという感じですね。というわけでした。ではまた次回スピりましょう。お疲れ様でした。